株式会社、電装エレクトロニクスは、愛知県安城市に本社を置く自動車部品メーカーで、ある、電装の子会社。1950年、日本ボディ株式会社として設立。1968年、安城電気株式会社に改名。1990年、安電株式会社に改名。2020年、株式会社電装エレクトロニクスに改名。 2009年9月、28歳から49歳までの日系ブラジル人従業員男女5人が、安全で違法な偽装請負いの状態で働かされていたとして、安全及び、業務受け負い会社に対して、正規雇用の従業員としての地位確認と、未払い賃金や医者料など、契約3700万円の支払いを求める訴えを、名古屋地裁岡崎支部に起こした。安全。 岡崎工場で働いていた5人は、契約上は別の業務受け負い会社の社員となっていた。ものの、実際には、安全社員の直接指揮下に置かれていた。ジャーナリストの安田光一によれば、これは、受け負いでも何でもない。受け負い会社は労働者派遣をしているだけ、つまり、偽装受け負いであったという。そのため5人は、業務受け負い会社との労働契約は違法なので無効。 事実上5人を使用していた安電との間で雇用契約が成立していたと主張した。なお5人は3年から11年にわたって安電で勤務していた。解雇された5人は労働組合に相談し、これを受けて労組は安電に対して団体交渉を申し入れたが安電は交渉を拒否したため訴訟へとつながった。ありがとうございます。